お願いいたしますはいい、えー、さんこんんここににちは、はい、こんにちは、えー、とはは初めましての方もいらっしゃると思いますけれども、私は一般社団法人固有地域教育研究所の稲田詩太郎と申します。本日はこちらの講座を運営させていただきますので、皆さんどうぞよろしく。 お願いいたします、はいはいえー、本日はです、ねえー、地域ブランドの作り方、えー、人と組織に寄り添い各変革の仕掛けと仕組みをデザインする方法というところで、えー、本日はデザイナーのー田,、えー、田村海さんにお越しいただいていろいろとお話を聞いていきたいと思います。はいえー、と本日はです、ね、あの皆さんの創造性をレベル1上げるようなオンライン講座になっておりますので、えー、ぜひお楽しみいただければと思います。 はいえー、本日う初めて、えー、僕を見た方もいらっしゃいますし恋財団のフェイスブックライブで配信をしておりますので、えー、そもそも恋財団とは何者やとおどんなところなのか。 そのっ、えー、とにムカイさんの方にご出演いただいてムカイさんの自己紹介をした後にちょっと簡単に対談をしていきたいなと思いますので皆さん今日あのもしお手元にペンとスケッチブックがあったらそちらをご用意していただけると何かちょっと想像性が上がる時間になるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いいたします。 はいそれではですね、えー、私の方から、こういう財団について簡単にお話をさせていただきますので、今から画面共有の方をさせていただきます。はいと、全画面にしますね。はいと、よいしょ、戻りましょうかね。はい、えー、とよろしくお願いします。えー、と改めまして、えー、稲田祐太郎と申します。あと 別のお仕事ですね、あの宮崎県のキャリア教育コーディネーターというお仕事もさせていただいているという形です。で、僕の,あの簡単なキャリアをお話ししますとですね、もともと僕はあの臨床検査技師というお仕事をさせていただいておりました。臨床検査技師はですね、あの血液だったりとか、尿の成分を分析して、まあ、その人の健康状態を、まあ 調べるという仕事をししておりましたでその中であの僕がですねちょっと特殊な業務を大つ使っておりまして、えーとまあ、亡くなった方の、まあ、死因の解明のためにあのご遺体を解剖するという仕事をしている中でさまざまなこうと出会いとですね、まあ、その中でこう命というところを本当にたくさん見させていただきましたその中で、えーまあ、あのいつか人は死ぬんだなというところを本当に、えーまあ、肌,肌感覚として感じている中でやっぱりこう今を生きる人たちを増やしたいなと思って ですねえー、と病院を辞めてその後人材育成に携わっておりますでその後あとは固有財団などの人材育成の担当としていろいろとお仕事をさせていただきました。で、固、え、有、ー、財団について私が簡単にご説明をさせていただきます。僕も固有財団にはですね、あの今年の3月まで在籍をさせていただいておりました。 であの宮崎県の新富町を知ってますかというところですけどもちょうど宮崎県がありましてちょうど宮崎がここら辺なんですけどもあの東京からいらっしゃる方はですねあの宮崎 空港からだいたい電車で40分ぐらいのアクセスがいいところでございます。で主観産業は農業という形で,で他の特徴としてはです、ね、航空自衛隊の基地がありますのであの今年はあの開催されないんですけどもあの航空自衛隊のショーがありましてあ航空祭にはです、ね、5万人の方が毎回来ていただけるというようなところにもなっています。またあの近くにも古墳があってあの観光地とまではいけないですけどもさまざまな観光シーンがあるところでございます。 はい、であの主観産業が農業というところで、まあ、農業担い手不足とこれはどこの地域でも同じことが叫ばれますけどもあの新富町も同じくして課題を感じております今このようにですねあの戦闘機がちょっと飛びますのでちょっと音声が入るかもしれませんと。 固有、えー、財団はもともと観光協会がありましてそこをまああの発展的な解散として作られたのが固有財団という形になりますあの2017年の4月に設立をしまして、えー、と主な産業としてはふるさと納税の運営ですねあとまあ教育としては人材の育成をしておりますで他にもあの地域おこし協力隊の方もお一緒にお仕事をさせていただいているという形でございます えとこちらがですねあの、内閣官房の地方創生有料事例にも選ばれたあ自治体ではあるんですけれども、えーと、なぜ選ばれたかといいますのがです、ねあの、稼いで人材育成に投資、再投資をするモデルというところで、えー、と評価をいただきました。えっ、ー、と、寄付額が年間あの、3年間で40億円を、寄、まあ、付額を納めて、そのうちの6%を、まあ、その人件費ないし、運営費としていただいているという形になります。であの ちょ町と調べていただければ分かるんですけども一粒1000円の国産イ地というところが有名で、まあ、そちらの料を作ったというところで、えっと、2020年はですねあのグッドデザイン賞というものをいただきました。であとさまざまな加工品、まあ、あのお土産品といろいろと研究開発をしている状況でございます。 あとはですね、まあ先ほどもあの冒頭、まあ、農業が課題だというところもあったんですけども、あのそちらにですね、まあ、農業ベンチャーの会社が設立をされまして、今、農業ロボット、収穫の農業ロボットを作っているような会社もあります。あのあのアグリストと調べていただけると、皆さんネット、ネットでいろいろと学べるのではないかなと思っております。あと、先ほどもあの教育というところであの人材育成をさせていただいておりますけども、あの過去、 これまでですね2年間ですねあの東京の方で起業家育成のスクールをさせていただきましたその中で約60名近い方が受講してですねうち4名が新富町の地域おこし協力隊として 実際に今事業を行っております。あのこういった形で、あの移住促進と教育を掛け合わせて、うような形で、今、あ、こういう財団はいろいろとお仕事をさせていただいております。こういった形ですね。あの移住者がどん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 チャレンジをして、世界一チャレンジしやすい街を、実際に今、ま体現しているという形になりますね。ね であと、首都圏だけではなくて、しっかりと地域の方々にも学ぶ場をしっかりと開いて、一緒に産業を盛り上げるという形で人材育成等をさせていただいております。あと、他にもですね、あの新富町は今年の2月に、来年の2月ですね、来年の2021年の2月に、あのスタジアム、サッカースタジアムが完成されます。と、えー、いうのもですね、あのテゲバジャーロという今、JFL なんですけども、もし、えー、あの 昇格が決まれば次は J3 という形で、えーと、宮崎初の J リーグという J3 という形で、えー、今、盛り上がっているところで、ですね一緒にあのユニリーバーさんと企業連携という形でいろいろと取り組みをさせていただいております。他にも ANA さんと一緒に旅と学びのプログラム等をさせていただいているという形になります。 であとあの少なからず他の地域もです、ね、空き家がありますので、新富町も空き家が300近い形の空き家がありますので、そこをまあ利活用して、えー、民泊というところも始めております。またあの商店街にもです、ね、まあ、あのシャッター商店街といわれる商店街ではありませんけども、あの空き店舗がありますので、そこを利活用して、えーまあ、カフェを開いたりとか、ですね野菜あのふるさと納税の野菜の発送をするなど、ですねあの雇用を作っております。 またあの今年はなかなかコロナの影響でできないんですけどもこういう朝市というところで、えー、と町の人たちいないし町内外の人たちが集まれる場所として朝市というものを開催しております。はい、また他にもですねあの今年もなかなか少ないですけども視察研修といった形でいろいろとこういう財団 あのことについて知りたいとか、あ実際どうなんだというところをさまざまな事業者さんを通して実際に学べるという視察研修も受け入れておりますので、もしあのこ,こちらにご興味がある方はあの、こういう財団と調べていただいて、申し込みフォームをー、まあ、問い合わせフォームですね、そちらの方に記入いただければと思います。はいさまざまですね、トヨタさんもそうですし、ICT の教育セミナーもそうですし、あとですね、あの 世界屈指のキぐるみメーカーのキグニビビビズさんもあの工場を新店町に作っていただいてそういった形で新店町がです、ね、さらなるチャレンジフィールドになるために皆さんの挑戦を後押しするような町ですのでぜひあのご興味がある方は調べてきていただければと思います。はい、ちょっとあの駆け足になりましたけれども私の方から小井財団についてご説明をさせていただきました。はい えー、ということで、こういうについて少しはあ学べたのではないかなと思っております、はい。あと2時間ぐらい話せる内容ではありますけれどもお、時間がもったいないでございますので、えー、早速うデザイナーの田向さんをお呼びしたいと思います。えー、田向さん、よろしくお願いします。よよろししくお願いします、はいいままますこの時間聞いててっかなと思は <laughs> ごめんなさだいぶはったりを言って申し訳ございません。いやいやあの本当二時間ぐらい、二時間じゃ収まりきれない。あの他の事業者さんもありますけども、あの今日はタムさんの時間ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい はいあの田向さん、僕はあの一度、軽井沢のラーニングフェスという、まあ、学びのお、まあ、祭典というところで,で、すね一度ボランティアをさせていただいたときに、ちょうどお田向さんがあ、まあ、ゲスト講師として、えー、お越しいただいたときに、いろいろとお,お話をさせていただいたのが、一番最初の出会いですねそうですね、はいはい、でそのときにあの僕は衝撃を受けて、ですね 5×5×4 という、いわゆるこう、うん、グラフィックレコーディングの,その人の表情が、まあ、100個あるよ、うん、でも5と5と4、この組み合わせだよっていう、すごいこうシンプルで分かりやすい。だけど 可能性を感じるようなあのグラフィックレコーディングを今でも覚えてますので、まあ、今日はちょっとそこを、まあ、メインではないですけどもいろいろとあの田向さんに過去のことだったりとか。 なぜその水玉なのかというところも、ちょっと <laughs> 今日はお聞きしたいなと思いますので、はい、いろいろと今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、それではあの簡単に視聴者さんにですね、田向さんの自己紹介をしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。これちょっと時間使わせてもらってもいいんですよね。はい、<か>大丈夫です。はい、じゃあちょっとですねあの、これでお話をさせていただこうかなと思います。よいしょえっと、あの先日 ある高校で、まあ、毎年授業を持ってるんですがそこであの話した内容の投稿をちょうどフェイスブックにしたら純、えー、ちゃんも面白がってくれたので、まあ、それをベースにしながらちょっとお話しさせていただこうかなと思います。えー、改めまして、えー、田村海と申します、えー。今はトランスフォーメーションデザイナーというふうに、えー、自分の肩書きをつけているんですが、あのーまあ、変革ですね何か変わっていく人が変わる組織が変わるっていう瞬間を、まあ、デザインで後押しするみたいなことをやっています。 で自分のこう仕事、いろいろあるんですけれども、最初に出て、これを置いているのが、マイパーパス、自分の存在意義というか、存在目的みたいなものを、世界の創造性のレベルを一つ上げるというふうなものだとしています。そのパーパスのもとで、富士通株式会社という会社でのデザインセンターというところに所属しているデザイナーと。 であったり、教育系の NPO 法人ソマのまの副代表理事を務めていたり、自分たちで立ち上げた個人事業主のギルドみたいなのがあるんですが、グラフィック・カタリスト・ビオトープというところの発起人をやっていたり、まあ、自分の個人的な活動としてハッピーラックガキ・ライフというプロジェクトをやったりと、まあ、なんかいろんなことをやっております。 で先日、その高校で話したときに、えー、こんな話をしましたあの。大企業に入って勝ち組になる方法、お前ら聞きたいかって、高一に言ったらですね、うお聞きたいって言ってきたんで、えー、ちょっとこんな話を,を足しながら、まあ、ちょっと僕の過去の話なんかもできればなと思います。で、この時はあの高校生にですね、勝ち組ってどんなのだと思うどんな存在だと思うって聞いたらですね、あのまあ、勤めてる会社が有名とか、えー、年収が高いとか、なんかすごい車持ってるとか。 なんかあの美人、あのすごいね、い、え、け、ー、てる恋人がいるみたいなことを、まあ、その勝ち組だみたいなことを言っていたんですけれども、多分その勝ち組って聞いて思い浮かぶのって、まあ、この勝ち負けの、ウィンの勝ち組なのかなと思ったりもします。で、この勝ちって、まあ、なんかちょっと危険な発想だなと僕は思うことがあって、まあ、どういうことかっていうと、まあ、たた みたいなもんですよねなんで2者がいてどちらかが勝ちだといえばどちらかが負けだとなってしまう,う勝ちと負けのなんか二分を作ってしまうのが僕は勝ち組この言葉に実は秘められたこあのなんか裏側なんじゃないかなと思いましたでさっきあえてタイトルの方で勝ち組っていうふうなのをひらがなにしていたのは僕ちょっとこれからはこういう言い方をすると面白いんじゃないかなと思って、えー、勝ち組勝ちをね生み出す組の勝ち組 だだったたらどうだろううろといいううに思いましたするとですね、これ、勝ち負けが生まれはしないんですよね、価値を生み出している勝ち組か、まあ、価値を生み出していない無価値組かにはなるんですが、す、え、べ、ー、ての人が何かの価値を生み出す、すべての組織が何かの価値を生み出せば、まあ、全員勝ち組になるだろうみたいな話をちょっとこじつけてしました。で、この背景にあるのが、僕のちょっとここまでの道のりなので、ちょっとそんな話をできればなと思います。で僕はでですね1979年にまあ京都で生まれて で両親がです、ね、あの彫刻、父親が彫刻をやっていて、で母親が陶芸をやっていて、という、えー、両親の影響があって、ですね美術系の大学に行くことをまあ目指しました。でまあ、そんなこと言うとですねあのうちの家系全員、なんかアートやってるのとかデザインなのって言われるかと思うんですが、実はあの弟はあのプロラグビー選手だったりとかして、ですね、まあ、なかなかあのこう好きなこと何でもやっていいよみたいな家でした。 で、えっと、その後、おまあ、美術系の大学に行きたいなと思って、えー、美術のもう勉強してたら、ですね、ある日、母親からあの美術はね、お金にならないからやめたほうがいい、デザインがいいよって言われて、じゃあデザイン系のコースにするわって、まあ、なんか言われるがままにデザイン系を目指し、でまあ、ちょっといろいろあって、ですつくばという大学、つくば大学というところのデザイン専攻を出て、えー、入学して勉強してたんですが、まあ、将来の夢みたいなのが特にこう思い浮かべなくて。えー なんでしょうそのままちょっとモラトリアム的にあの大学院とかに進んで学生をやろうかなと思ってたんですがさすがにちょっとそれはあれだぞって言われたので、えー、学校の先生に言われるがままにですねどっか会社をちょっと1個受けてみると勉強にもなるからって言われたんで受けました。でで車ににああままりり興興味味ががなないい家電 なんか携帯電話、今ではもうほとんどないんですけど、柄系の時代で、えー、コミュニケーションだとか、僕ずっと好きだったので、あ富士通って会社、とそういえば携帯作ってんなと思って、富士通って会社を受けてみたらですね、なんか、運よく受かったので、富士通という会社でデザイナーとしてのキャリアをスタートさせました。で、当初はですね、ウェブ系のデザイン、グラフィックデザインとかを、ま,あ、まさに皆さんがこう思い浮かぶデザインっていうのを仕事にしていたんですが、転機が訪れたのが2008年。 で、こんなこと書いてあるんですが、何が起こったかというと、まあ、いわゆるザ大企業なので、まあその、いわゆるいろんなことを経験させるというのがもうルールとして決まっていて、5年目になったところで、君、あの向こうの部署ねって言われたんですね。で、あの当初、そこにあんまり行きたくないなと、ちょっと見えてる感じで、ちょっとブラックっぽいぞと思ったので、あの当時の部長にですね、嫌ですって言ったらあの、帰ってきた答えが、無理って言われて。 でその時に言われたのがこういうことです。まあ、君がいなくても、ね、会社っていうのを回るようにできているとで。本当に嫌なら辞めるっていう講義方法もあるけど、どうするって言われたんですが、ちょうどあのこの直前に結婚し、子供も生まれで、今僕はここで転職をしようにも、何か別のことをやろうにも、起業しようにも、多分何もないなと思ったんですね。それこそ価値は何も生み出せてないんじゃないかと思いました。あの会社の仕事はもちろんしてたんですけれども、 あの会社の仕事をしてるだけだなっていうことに気づいて、なんでこれを見て、なんか悲しくなったとかではなく、その通りだなって思ってしまったっていうのが2008年でした。で、その時にずっと多分仕事しながら、僕は富士通さんって呼ばれてるなって気づいたんですね、なんとなく、まあ、もちろん名前で呼ぶ人もいますけど、じゃなくって、なんかこう、田村さんって呼ばれたいな。 って思うきっかけがあ最初にあって、えー、一番最初にその個人でできること何しようっていろんなことに手を出していたんですが、その中でたまたまその時に、えー、友達がやっていたっていうのもあって、2009年に個人のブログっていうのを開始しました。で、実はそんなにこう文章を書くのが得意とか、そういうのは全然なかったんですけれども、あのー、ガジェットとか、新しいウェブサービスとかを 買ったり使ったりするの大好きで、で毎回こうあの、こんなの買ったんだよって、友達とかに見せるんですけど、あの友達もですねだ飽きてくるし、家族なんか一番飽きてるわけですね、またお前そんなの買ってって言われるんで、あのとはいえ、聞いてくる人はだいたい固定されてきたので、それをこうブログに書いておけば、みんな見てくれるんじゃないかなということで、ブログを始めました。 したらですね、意外にこれを面白がってくださって、なんか今でこそブログでね、広告収入を稼ごうとかあったんですけど、もうじゃなくて、僕ってこんな人間なんだよって知ってほしくて、ずっとブログを書き続けていたところ、まあ、4、5年経ったところで、割とブロガーとしてあの人に知られるようになったんですけれども、その時に僕、はたっと気づいて、僕、別にブロガー人ってすげえなりたかったわけじゃないぞって。 気づいたのが2013年頃で、えー、自分って一体何が好きで、自分の軸って何があるんだろうって、うっとうしいぐらい友達にあの話をしながら、えー、いろんなことをやっていって、最終的になんかいろんな企画をしたり、いろんなブログでも記事を書いたりしたんですが、ある日、僕、友達から、田迎さんって絵描くの好きだよねって言われて、おはい好き好き。それをさ、なんかちょっと教えてほしいんだよねっていうのを言われました。で 僕はですね、実は自分で自分の絵のことを気づいていて、あのうまいイラストレーターさんみたいな絵は描けないし、えー、かつ漫画もすごい描けるとかではない。単に落書きを毎日してるだけなんで、イラスト、うまいイラスト描けないですけど、落書きだったらできなくはないですってっじゃあ、落書きが知りたい。楽しく描く方法が知りたいって言われたんで、えー、2014年に落書きの講座というのをやってみました。で もともとその絵を描いて楽しい、そして描いたことで何かが伝えられるっていうのは、僕はずっと信じてたことだったので、えー、単なるお絵かきじゃなくて、コミュニケーションのために絵を描く、まあ、ここでコミュニケーションつながってくるんですけれども、という落書きの講座っていうのをやりました。したらですねこういろんなことに手を出してきた、やってみたことをいっぱいの中に、これをやったら、ですねこれが僕にとってめちゃくちゃなんかやりがいもあっ でもっとやりたいなと思ったので、ちょうどこれ、フェイスブックで、まあ、フェイスブックのイベントで、こういうのをやりますって書いたところですね、まあ、何人か、その日、すみません、用事があっていけないんですっていう人がやっぱりいたので、あの来れなかった人全員にあのメッセージ一人ずつ送って、日程調整して、あの次もう一回やろう,やろうと思うんで、じゃあ来てくださいねっていう、無理やり2回目をやり、やったらやったで、また僕楽しくて次をやりっていうのを。 ずっと続けていました。なので、これはですね、あの東京の五反田基駅にあるコワーキングスペースを時間狩りで借りて、確か最初は10人か12、3人の参加者、もう本当に会社じゃないところで出会った友達があの面白がってくれて、最初をやりました。なので、デザインの部署にいて、絵を描いてても別に誰も褒めてくれないですね、当たり前なんですけど、会社の外に行って違う人から僕はこれを面白がられてやりました。そしたらですね、 えー、2015年と16年にあのすごい縁があって、落書きノート術という形でですね書籍を出させていただくことになりました。でちょうどこの頃その会社のあまり移動したくなかった方のところも、ですねちょっといろんなやり取りがあって、ちょっと会社に対するやる気もなくしてたんですが、こっちですごい、えー、盛り上がってきたと。で、まあ、本がこういうふうに出ると、ですねもうありとあらゆる人からいけるって。もう 独立全然いけるってって言われたので、えー、みんなが言うってことはやらないことをやった方が面白いと思ったのでそれを使ってそのまま会社の仕事にこれを使いたいですっていうのを言って、えー、会社の仕事の中に自分のやってきたことを組み込むっていうのをやりました。 で名前もですねここの名,名刺の名前、実はこう自分で入力したのがそのまま名刺になるっていう、うちの会社のシステムだったので、カタカナで入れて、えー、出してみたんですけど、ただ名前をカタカナにしただけでお客さんから大受けするし、あのなんかラッキーと思って、まあ、仕事をしてました。なので、ビジネスの現場で絵を描いて伝えたりとか、まあ、ビジョン一緒にめ、まあ、見える化していく、今までもデザイナーとしてもやってきたんですけれども、それをどんどん生かしていったと。 でその中の一つで、まあ、先ほどもちょっと出たグラフィックレコーディングとあの、もともと僕、授業中とかにいつもノートを書いていて、そのままいろんなセミナーに行ってはメモを書いてたんですけど、それが、それってグラレコっていうらしいよっていうふうに、まあ、本当に人から言われて、じゃあそんな感じですねと。で、レコーディングっていうよりは、もっとその絵があることで、えー、みんなが伝え合ったり、いろんな議論ができればなと思ったので、グラフィックカタリストという肩書きをこの時にはつけて、えー、いろんなことをやりました。これあの 富士通のイベントの中で、えー、僕たちがあ実施したグラレコの絵になります。で、これ、会社の仕事で、えー、これはやったんですけれど、もともと個人でやってたところに仕事がボンボン来るようになって、えー、ある日、自分一人ではとても裁けないっていう仕事が来たので、思ったのが仲間を、仲間を増やそうと思って、えー、仲間を増やしました。でその時にですね、 ちょうど働き方に関するイベント、ちょうど多分ん、固有財団、えっと、新富町だと島田ゆ佳さんも登壇されていた、えー、働き方を考えるカンファレンスっていうのがあって、そこでグラレコをする、しかもこれ、5人ぐらいいるで、社外のいろんなつながりはあるけど、これ、全部富士通グループの人間が働き方を考えるイベントでグラレコしてます。 っていうことを思いついてグラフィック・カタリスト・ビオートープというチーム名を作ってで最初そのグラレコのチームと,見え、えー、とみんなには見えていたんですけれどもあの僕たちの中ではあの新しい組織の形を作ってみたらどうなるだろうとなんで大企業のこういうピラミッドの中で、まあ、我々はあのそれまで仕事をしてたんですけど ピラミッドストラクチャーをぶっ壊してあのみんながあ横につながる今でいうとちょうどティール組織みたいなあ話題で盛り上がったりもしてるんですけどそれが出る直前ぐらいにそれと同じようなことをやってみようというのをやりましたこれやってみたらですね面白かったのはその会社員に会社以外の仕事を完全に異常してやってもらうっていう経験を何回もさせるとですねあの異常に精神的に成長するみたいなのが見えてあなるほど仕事をするとか好きなことをちゃんと なんていうのか責任感を持ってやることっていうのは人の成長にすごくう有効なんだなみたいなことをこの時学びました。でまあグラレコやったりデザイン志向の話したり組織作ったりワークショップデザインしたりまあなんか、えー、平成最後の夏期講習っていう落合陽一さんと小泉進次郎さんのイベントに呼ばれたりテレビ出たりまあなんか絵描いたりあのサウナ入ったりしていろんなことをやってるんですがこのすべてを僕はこう、まあ、世界の創造性のレベルを一つ上げるというものだと思っています。 でこの言葉の裏にあるのは、なんか世界って、何か一人のスーパーヒーローがボンと現れて、一気に世界をバってよくするというのって、多分完全な幻想で、でとはいえ、なんかそのデザイナーってちょっとそこに憧れたりするんですけれど、実際、その会社で仕事をしたり、いろんな人と会う中で、これはなんか違うぞと。お世界中の人のの人なんか創造性のレベルが 1> 1? ちょっと上がるっていうことがもしできたら、それで世界って変わるんじゃないかなと思って、世界の創造性のレベルを一つ上げるっていうようなことを僕のパーパスにしています。で、創造性っていうとですね、みんなからこう絵を描くこととか音楽とかっていうふうに取られがち、アートとかって取られがちなんですが、そうじゃなくて僕にとって創造性と言いたいのは、まあ、自分の意思を持って自分の未来を自分で作るっていう、まあ、 態度だったりとか姿勢のことなんでやってみようと思うことだったりとか試してみようと思うことが僕は創造性だと思っていますなのでちょっと背中を押す瞬間みたいなのを作ったりするのもすごく自分のやっていることの一つですでもうちょっとだけ時間ありそうなので今じゃ僕は何やってるかなんですけどこうやって会社の外でいろんな仕事をするようになったんですが別に会社に全然あの会社の仕事をしてないというわけじゃなくて逆に今会社の仕事をめちゃくちゃしています それはどういう仕事をしてるかというと、えー、富士通トランスフォーメーションで、あの略称、富士虎と呼んでるんですが、この富士通というすごい大きな会社が、今、まあ、DX みたいな言葉ちょっとずつ聞くようになったかもしれないんですが、その文脈の中で大きく変化していこうと、このままのビジネスをこのままでやっていっても未来がないので大、大転換をしようみたいなのが、プロジェクトとして走り出しました。 でえっと、ちょうどですね、えー、今年の7月に始まって、僕は6月からそのプロジェクトにあの自ら手を挙げて、どうしてもこれをやりたいと言って、ですねジョインさせてもらったんですが、7月に始まって、10月にちょっとプレ,プレスリリースなんかも出ているので、もし興味あれば、です、ね、富士トラっていうのをお調べていただくと、あまあ富士通って会社がこんなことをやってるんだなっていうのは見てもらえると思うんですが、まあ、僕がそこでどんなことをやってるかって、なかなかちょっと外に出ない話をご紹介すると。 まずまあ全体像としてはこんな感じです。あの社長がいて、ですね、えー、本当に経営陣の真下に DX デザイナーと呼ばれる人たちの集団ができました。で、この DX デザイナーっていう名前をまず考えました。で、流行り言葉にデザインってついてるだけじゃないかと言われてしまいがちなんですが、そうではなくて、先ほどの,そのトランスフォーメーションデザイナー、僕自身はそういうふうに言ってたんですが、変化をしていくときって、みんな不安があったりとかする、その不安を取り除いてあげる。あるいは、 大きな動きができたときに、その動きをもっと大きくするであるとか、いろんなデザインが必要だと思ったので、そういう役目ができる人になろうということで、えー、今、専任のチームと県人のチーム合わせてク x デザイナーというチームを作りました。でまあ、もちろん、その組織を作ったのは、あこういう経営陣の方なんですけ、ね、ど、この名称とかですね、コンセプトを作っていきました。 でまた、ですねその組織体の名前みたいな細かいところなんですが、えー、定例会議とかって言われるとですね会社員みんな定例会議のために何か資料を作ってまたあれだねとかってなるのでいや違いますよねと、あのー、この変化何が起こるか分かんない変化の中で一人一人生かし合う,うジャムセッションみたいな感じで、ね、名前、ジャムっていうのにしましょうっていうの、まあ、これもみんなで話し合って、えー、とジャムと呼ぶという、まあ、そういう言葉から文化を作るみたいなことをやったりとかですね。 えー、そんなあちょこちょこして遊びみたいなことを,をやりつつもおうちの会社でどういうことをやっていくのかっていう、まあ、全体像のモデルみたいなものをお作ってこれをこうグラフィックのデザインを作るだけじゃなくてですねこのコンセプトから考えていくみたいなこともデザイナーとしてやっています。 でもう一個、これがですね何をやったかっていうと、今まで大きい組織変わろうとすると、ですねこのトップの方の職員室でちょこちょこってお話をして、みんなやれって、なんかどん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 言われるんですけれども、いやそれをやってると、もう限界だろうと、で僕も今までそういうの見てきたんですけど、じゃなくて、もうやってることをどんどん公開しよう、でしかも運がいいというと、すごく語弊があるんですけど、みんなオンラインで仕事する時代なので、あの今からこの検討会、報告 する検討会を全社に、えー、オンライン会議として開いてしまおうつって開きました。で、開いたところに、えー、来たのが、うちの、えー、弊社社長ので時田、ね、というものなんですけど、時田さんがやってきて、ですねあの発表を聞いた時田さんにどうでしたってあの話を振ったのがまあ、この時ですね。今これ社長と、えー、常務と僕で、えー 自分の部署の後輩からですね、田村さん、何やってるんですかってって、社長、生きてるみたいなこと言われたんですけど、この日、何が起こったかっていうと、そのマイクを振った、一番最初に言われたのが笑いながらだったんですけど、つまらんってって、全然面白くないって言われ,、えー、言われてしまってですね、まあ、それはその今まで通りのやり方をしようとしてた、まあ、僕たちの進め方で、いや、もうそういうことじゃなくて、どんどんやればいいじゃないかとで、そういう意味で言うと、発表がつまらなく聞こえた、でもすごい期待してるんだよっていう嫉妬激励だったんですね。 でこういう大きい会社で、あの一番上の社長がつまらんとかっていうと、ですねみんな <laughs> こう、ふーっ萎縮しちゃうんですが、そうならないために僕、何かしたかっていうと、今のそのつまらんって言われた瞬間のあの録画動画を切り抜いて、社内 SNS に上げる、で絵も描くってやると、ですねあの社内 SNS のこのグループの中で、歴代一番いいねがついた。でその かつ、その社長からそのままあの、これは面白いっていうコメントがついて、みんなで面白かがってたら、僕、この T シャツを作ったことをですねあの、ちょうどいろんなところに書いてたんですけど、田川さん、もちろん T シャツ作るんですよねって言われたんで、え、じゃあ T シャツ作ろうと思うと、例えばこういうサービス使って、こんなことできますよみたいな、いや、これに30いいねつ,ついたら、ちょっとやろうかなって言ったら、47いいねついちゃったんで、はい、やりますって言って、 UTMe というサービスでですね誰でも買える形でつまらん T シャツっていうのを作って、えー、写真撮って、送って、あの今、常務に渡して、あ,のあさって社長に手渡しに行くっていうのを考えてるんですけど、あのなぜか、えー、UTMe のサービスでウィークリー3位とマンスリー15位を取ってしまって、えー、何やってるんですかって、またあの後輩から詰められる。ただ、やってみて分かったのは、これをやってめちゃくちゃ怒ってくる人は一人もいなかった。 で多ん、何やってんだよと、またなんかお祭りみたいなことしやがってって言って、ちょっと冷めた目になった人はいたよいたんじゃないかなと思うんですけど、逆にあの面白がって、この流れに乗ってやろうと、でうちのこういう硬い会社でもこんなことやってもいいんだねって言ってくれる仲間が今、ちょこちょこと見つかっています、なので、一気に変えるというよりは、あの熱量を持った人がこれでちょっと見つかっているみたいなことは。 あともうちょっとだけ真面目な話にすると、さっき僕、パーパスっていう言葉を自分ですごく使っていたんですけれども、パーパス、存在意義とか、存在目的と言われるものなんですが、 なかなかこう会社員とか、あまあほとんどの人がそうなんですけど、あなたの、ね、存在意義は、存在目的は何ですかって聞かれたときに、やっぱりビクッとするし、なんか俺はってお前はないみたいになるのがすごく嫌だったので、考える時間を作ろうということで、パーパスカービングと名前をつけた、まあ、相互にインタビューをして、えー、自分のなんか大事なものをまあ探していくっていうようなプログラム、ワークショップを作りました。 このカービングっていうのは彫刻のメタファーから来てるので、気付いたら父親の後を打ってたみたいなところもあるんですが、一、まあ、回言葉にしてみると。ただ、でもいきなり言葉にするのは大あの難しいので、今まで生きてきた中に、あなたの好きなもの、好きなこと、大事にしてきたことがあるので、これをインタビューとして聞いて、言葉にするというのをやりました。で、このプログラムを作って、どこで使ったかっていうと、自分の部門の,その上司、マネージャーの パパーパスをををみみんんななでででオンンラインなで見見がら、えー、見ててる話を聞くっっいうのをやったんです、ね、そしたら、今までなんかこう、なんでこの偉い人こんなことをちょこちょこ話すんだろうと思ってたのが、こういうことを大事にしてるから、こういうことを言うんだなみたいなのが見えてきて、組織の在り方としてすごい面白くなって、でこれってもっともっと広げられるんじゃないのって言って、 えー、時間をちょっと戻すと、ですね先ほどのその全社変革のプロジェクトに入った時に、えー、このパーパスカービングというのを取り入れたところ、今、えーと、富士通アクティベートナウてう年一のイベントあるんですが、そこでこの福田という、うちの常務が、えー、パーパスカービングっていうのを、まあ、この富士通の変革に関わる人はやってるんですっていうことで、えー、話をしていて。で実はこう ままだまだちょっとここで言っていいのかどうかわからないんですけれど、今度、あのうちの先ほどの時田社長とかですね、えー、役員にも、あなたの本人の個人のパーパさんなんですかっていうことをやっていくというようなことを今、進めています。なので、大きい会社の中で、その僕、ピラミッドで言う一番下の方のちっちゃい存在ではあるんですけれども、まあ、その好きなことであるとか、自分の目指している世界に向かってアクションをして、いろんなことをつなげています。でそこで作っている さっき人材育成みたいなのも出てきたんですがあの、デザイン思考とかそういう言葉も出てきてるんですけど、おまあ、デザイン思考みんなで、えー、やるぞって言って、なんかデザイン思考の e ラーニング作ってみんなで見ましょうとかって言っても、どうせ絶対無理だよねあの。これで言うとつまらんって言われてしまうので、ではなくて、もっと違ったコンセプトを作ってみんなでこれを浸透させていきましょうみたいなのも今、うちの会社の中でやっています。エクスプラクティスという名前をつけたんですが、まあ デザイン思考とかあ、アジャイルとか、いろんなやり方とかスキルとかはあるんだけど、これをみんな伝えたところで、じゃあ同じようにできるようになるか、そうじゃないよね。大事なのって、一人一人の、まあ、パーパスうー。あなたが何を大事にして、何をしようとしているのか、そのためにこれがあるっていう伝え方をしてはどうでしょうっていうのを、プログラムを作りました。まあ、北極星みたいにいつも立ち戻れるものを自分で持とうっていうのが、この時のおコンセプトになっています。こんな感じですね。 えっと、X っていうのはエクスペリエンス、最高の体験っていうのをもう提供するのが一番僕らの目的だし、そのためには考えるシン,シンキングだけじゃなくてプラクティスですよみたいな形のこういうプログラムとコンセプトと。 これはうちの会社のですね、今変革に向かうための、まあ、ステートメントっていうのが僕ではないんですが作られているこれをまあ実行していくみたいな文化を今作っているところですね。こういろんなプロ,プログラムを作ってまさに今会社の中で展開していてこれも先ほど僕は落書きとかいろんなデザインシンキングとかをやってきたんですけどこれをですね、うちの会社の中にインストールするっていうのを仕事にしています。めっちゃ忙しいんですけど。 で最後にあのこのスライドでちょっと一旦決めえ終われればなと思うんですが、僕いろんなワークショップで話すのが、こうぐる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 っとっていうのがピョこって出ていくので、自覚と覚悟っていう絵をこれで描いています。で、最初ってその自覚ですね、自分って何をやりたいんだろう、どういうことが好きなんだろうっていうのもですね、もちろん自分1人で考えることもあるんですけれど、対話。あの 別の人の視点を通すことでそれに気づくこともあり、でそれをまあ一旦言葉にするとパーパスみたいなものになるでしょうと。で、ぐるぐる回って自分が分かったらどっかで覚悟を決めて飛び出します。で、その時にはやることはもちろんなんですけど、まあ、やらないこともちゃんと決める、まあ、これが多分アクションになるでしょう。 でこれがずっと続いていく、ぐるぐる回って飛び出してで、またその先でぐるぐる回って飛び出してっていうのが続いていくと思うんですけれども、あの1回で完成させるというよりは、何度も何度も繰り返していくみたいなメタファーでこういう絵を作っております。ちょっとです、ね、地域ブランドというところには、まあ、いろんなところをつなげられるんですけれども、一旦僕がこういうことを今やってますっていうのちょっとお伝えさせていただきました。はい、大丈夫でしょううか、はい、ありがとうございます いや、すごいなんだろう。なんかこうまあ好きなことをこう仕事にするっていうとこうすごくなんかいきなり独立っていう話になるなりがちなんですけどそこがなんか,かタムスカイさんはなんかむが難しいことを選択するということで、なんか会社にいながらやってやろうっていうところはなんかすごくなんか逆行してるんだけど新しいなっていうところをなんかすごく感じました。なんか好きなことって言われたときに何か思い浮かぶものがちょっと違う。 なんかゲームやるのが楽しいとかだけではなくてその楽しいことの要素を例えばその仕事につながるようにするみたいなそっちの方に持っていってる感じはしますね、うん、あとさっきのこの会社が変わるっていう瞬間を見てみたいなっていうのが好きだとするとそこに今全力投球してるというか,です、ね、かそんな感じもしますね。うんうん お話を聞いてみるとこう田向さんっていう言葉からもそうですしそのビジュアルからもそうですし何かやっぱり一回見せてこうインストールするっていうところはすごくなんか大きいなんかまあ手法というか作法なのかなとお話を聞いてて思ったんですけども。 なんかそれでいうとこう、おまあ、ブロガーもそうですし、こう続けてたらそのキャラクターになったで、結構そのキャラクターをまずこう作ってからこうしていくっていうことが田イさん的に多いんじゃないかなとお話をいてと思ったので、なんかそれでいうと、やっぱり多分みんなあの、なんかこう100人が100人、田イさんに会って思うことはなんで水玉なのっていうところが、晴れてないちょっと待ってくださいね、<laughs> この間ね、いい写真をね1枚だけちょっと用意しといたんだけど、なのもかな。 あのー、びっくりするぐらい水玉を着ていたんですけど、うん、あのさっきの話で言うと、僕あの、キャラを作ってからそうしたっていうふうに思われるんですけど、僕、別にそんなすごい水玉のシャツ好きじゃなかったっていうか、そんなわけじゃなかったんですよね。<laughs> あのもともと昔から派手なシャツ着るの好きで。 で和柄のシャツばっかり着てた和柄の人って呼ばれた頃とか、花柄のシャツばっかり着て花柄の人って呼ばれたことがあったんですけどあの、柄のシャツに抵抗ないんで、ある日水玉のシャツ売ってたんで、買って、で、人前にちょうど出るときって、新しい服テンション上がるんで、着るじゃないですか。そしたら、その時まず1個目のきっかけは、僕の友人で、相棒出人っていう特徴、人の顔が全く覚えられないっていう特徴の友人がいるんですけど、2回目会った時に、お、田イさんって言われて、え、なんで あの分かったんですかって言ったら、カイさんはあのこう顔の印象が、眼、ま、鏡、あ、も違ったのもあるんですけど、顔の印象はなんか、ね、普通の人っぽくて普通、だから残んないんだけど、シャツいつも水玉だからって言われて、いやすげえ、顔が覚えられないって言ってる人が覚えられるってすげえなと思って、それ以来こう、人前に出るときにちょっと意識して水玉の服を着てたんですよ。そしたら最初はその その人が喜んでくれればいいなっていうのと、あの、面白がってくれる人だけで、えー、のために来てて、あの、普通の友達とか、なんでお前いつもそんなシャツなのって言われたんですけど、ある日、飲み会の待ち合わせしてたら、うん、あの、待ち合わせ場所でいきなり肩パンされて、ボンって誰かに、で、うん、なんだと思ってパッて見た友達で、あの、お前水玉じゃねえから、ちょ、わかんないんだけど、つって怒られたんで、<laughs> じゃこれ着るか、ってなって、で、決めると僕、それやれ、 てしまったんで、あの十年ぐらいずっと水玉の服を着てました。着てますね。で、あの買うシャツがだんだん水玉になっていくわけじゃないですか。あ、今ちょ,ちょっと待ってくださいね。そうか見せると早い <laughs> いいんですかその今。今あの僕の部屋ちょうど服があるんで見せると <laughs> ね。ちらっと見ましたけど、ね、全部水玉。水玉の服しかないっていう状況を作れば毎日水玉を着ることになるっていうそんなことをしてました。 ただ最近、ちょっとこういうこの柄を作ったんですけど、毎日家であの過ごすようになって、仕事するようになった時に、あに、別に毎日ボタンのシャツしっかりアイロンかけて着たくねえな、もっと楽な服着てんなと思った時に、水玉の印象は残しつつ、自分がしっくりくる柄にしようと思って、なんかこういうのを作って、それなんか楽しくなったんで、なんか今、シルクスクリーンで、バンバン長袖 T シャツとかパーカーとか作って着てます。 そんな感じですなもともとは自分でこれをやろうと思ったというよりは言われてそれに、なんで落書きもそうで言われてそれにっていうのは結構多かったですね。うん、なんかそれで言うと、あの本当にまあ、ゾ z スーツよりも先に田イさんというのは僕は水玉のイメージが強すぎて z o <laughs> スーツ出た時 <laughs> フェイスブックでめちゃくちゃタグ付けされましたからね。量産型の田イさんが現れたよもう分かったからってぐらいきました。<laughs> いや面白いないやなんか本当にそれはなんかちょ,っとちょっと水玉もう一個なんか聞きたいなと思うんですけど、はい、その今まで着てた水玉ってすごいなんだろうこう同じ大きさの水玉を等間隔にっていうところが。うんうん あるのが多分水玉の印象だったんですけども今田向井さんが来てる水玉って、はい、まあちょっと不等感覚で大きさもそれぞれバラバラなんです、はい、なんかそこに込めたあかメッセージとかってあ,あるんですかそうですねあのまあノリで作ったっていうのあるんですけどあの僕の中でその結構、まあ、そこはあの真面目に真面目と遊びで考えて1個だと丸じゃないですか。 水玉とかドットになろうと思うと、複数いる。すると、最低限は2個だな。で、最初2個で作ったんですけど、なんか2って逃げ,逃げてる感じがして、なんか3つ目に、3つ目を置くときにすごい覚悟がいるんですよね。なんか1、2までは適当に置いても絵になったんです。3つ目を置くときにすごいなんかこう考えたんで、あ、なんか3つの丸っていいなってって作りました。ただ、あの、基本、その後付けでノリです。タンタンタン,ンって。<laughs> なるほどんかそれで言うとあれですよねんかこうブランドを作るっていうそれこそ田向さんって水玉の人だよねとかグラレコの人だよねとかやっぱり会社の方だよねってなるけどんかそれっていわゆる自分のブランドを作るっていうところも同じじゃないですか。でまあ地域のブランド作りって例えば新富町といえばじゃ一粒星の来地みたいな形でブランドにこうなっていったと思うんですけどなんか 最後、田向イさんがおっしゃってた、その、まあ、二つまではなんかイメージつけど、三つ目をくのってめっちゃ覚悟だよねっていうところは、なんか結構ブランドを作る意味でも、なんか覚悟が、まあ、ノリとはいえ、やっぱそれをこうやるっていうことは結構覚悟が必要じゃないですか。なんか、それで言うと、なんかこう、覚悟って、なんか、 なんかさっきもあのこうぐるぐるぴぐゅるピュてこう飛び抜けたというところも多分覚悟だと思うんですけどもなんかそれで言うとなんか人が思うほど覚悟っていう言葉は重くないのかなと話を聞いて思うんですね。うんうん、先ほど田迎さんもすごいノリだよっていう話って多分その感覚で覚悟を捉えているのかなと思うんですけど、うん、それで言うと田迎さんにとって覚悟ってなんかどんなニュアンスなんだろうと思って聞いたそうですね、なんで結局そのアクションにつなげないと何も生まれないなと思ってるんですよね。ステイ なな状態はステイででしかないので何か始めようと思ったり何かしたいなと思ったらやっぱりやるでその中ちょっとした勇気みたいなものを覚悟っていう言葉にしてるのかもしれないです、まあとりあえずやってみっかみたいなですかね、うん、あとそうか水玉も水玉ってまあさっきのおなんていうかなストーリーだけ聞くと、まあ後から持ってきたものをですけど何かなんだろうなもともと自分が持っているものをなんか強化したようなところ だなと思っていますので、取ってつけたような、なんか毎日帽子、あ帽,子でもいい帽子も好きな人だといいんですけど、僕、別に帽子全然かぶらないんだけど、見た目的に帽子にしようと思うと、多分4日目ぐらいで、飽きたってやめちゃうと思うんですよね。だけど、まあ、たまたまここまでの10年ぐらいは、あの等間隔のドットのシャツを着てることが全然飽きなかった、自分にとっては全然普通だったし。 逆に今はあのいっぱいいっぱいあるんですけど、全然来てなくて、<laughs> どうしようかなと思うんですけど、自分が続けられるというか、うん、続けられる続、続けようと思わないでも続いちゃうものみたいなのが、結構ブランドだったり、そのらしさを作っていくときに大事なのかなって、うん、思うときありますね。僕の場合は結構ね、人から面白がられたっていうのに、面白がらせるっていうのが続くきっかけだったりもしましたし。 なんかこうブランドっていうとなんかやっぱりこうねルイ・ヴィトンとか,なんかザ・ロレックスみたいなそのなんかブランドってなんか一言にこうすごいキラキラしてるイメージかなと思ったんですけどなんかそれとさっき田迎さんが言ったその諦めるというかちょっとでもういいかな帽子だったらもういいかなみたいな4日目ぐらいでまあ3日坊主みたいな形でいいかなってなるんだけどもそれがこう続くっていうところがなんかブランドなんだろうなと思っていてなんかルイ・ヴィトンも実際100年ぐらい近く続いてる。 からまブランドになっているようになんかこうすごい綺麗なデザインをしたらブランドになるかっていうとなんかそうじゃないなっていう話を聞いて思っているんですよね。でまあそれで言うとやっぱりその自分の,あの先ほどもおっしゃってたそのパーパスカービングっていうところでもやっぱその目的って何なのっていうところがやっぱりないとなんかこう諦めちゃうんだろうなと話を聞いてて思っていて、うん、なんかそのパーパスがあることによって諦め ることができないというかは、なんかどんなニュアンスなんだろうなって話を聞いて思うんですよ。うん、そのパーパスの重要性というか、うね、パーパスな,なんで、いつもそこになんか自分が立ち戻る価値観の軸みたいなものだと思っていて、うんだから。なんで僕はずっとあなたの仕事なんですか？ってやわれた時に。まあ世界の創造性のレベルを一つ上げることです。っていう言い方をしてたのは。 この仕事をしたときに、まあ、例えば今日こうやってお話をさせてもらって、これが YouTube とかにアーカイブで残ったときに、もしかすると興味を持った人がこれを見て、あ,あ、それ面白いって、誰かの何かちょっと想像性のレベルはちょっと上がるかもしれないってなると、僕にとってそれは意味がある。ただ、なんか、ただ絵を描いてくださいみたいな。でもこの絵って何に使うんですかいや、なんか盛り上がればいいなと思って、みたいな振られ方すると、これ同じことをやってても、絵を描く同じことをやってても、これなんか世界の想像性のレベル一つ上げてねえな、みたいな。 ことを思ったりもするなんでそういう,そう何かを判断したり何かをするときに、うん、自分の軸にあるものがそういう言葉パーパスだったりしますかねでうん1個その水玉とかはまた別の方向でなんか何かそういう瞬間に僕をパッと想起してほしいなっていうのはすごいあってあだから例えばチー,ムチームビルディングしたいんだけど誰かいい人ってなったときにパッと思い浮かぶ人とかなんかグラレコして もう今すごい必要としてるんだけど誰かいい人いなかった時にパッと浮かぶっていうので、まあ、いわゆるそのビジュアルを使ってお覚えやすいビジュアルを使ったみたいなとこもありますしまあルイ・ヴィットのねああいうロゴとかもあれを見た瞬間にその裏にある価値観だったりとかがつながっていくようにあのブランドとそのいわゆるビジュアルなものはとてもそうはいい関係にあるとは 思うんですけどね必ずしもそれが必要かっていうとそうじゃないけどでもありとあらゆる企業が企業ロゴみたいなのを持っててこれをパッと見た瞬間にみんながそれを思い出すみたいなのはやっぱり百聞は一見にしかずじゃないですけど目で見るっていうのは、うん、すごい情報量なのでそこはまあ大事かなと思ま、ねうん、なんかあの、まあ、グロービスのあの伊藤一さんからあのインタビュー受けた記事を見たときにその 英語は神の言葉だっていうところが僕すごく今でもこう引っかかっていて、はい、なんか多分それってこうビジュアルで伝える時のこう重要なところなのかなと思っているんですよ。なんかそれとそのまあグラフィックレコーディングもそうだしこう落書きもそうですしそのまあ絵にしていてこう見せていくっていうところの何度こう情報量が多いっておっしゃいましたけどもなんかそこで感じているそのグラフィックの可能性というかなんかうん、うん まあそのデザインにこう日本はあまりお金をかけないと言われている中で、やっぱすごい今、デザインとかブランディングとかビジュアルということがすごく今、地域でも注目をされるというか、やっぱりかっこいいものとかあのおしゃれなものってやっぱ人を引きつける力があると思うんですけど、それで田向さん自身が感じていらっしゃるそのグラフィックだし、アートだし、デザインというところの力強さって何うん、うん、ですかググラフィックでもまあグラフフィィッッククっていう言葉で 取ると今、今さっき話をした百聞は一見にしかずという言葉が昔からあって、シ i ングイズ・ビリービングみたいな言葉もあるということは、やっぱりその視覚情報っていうのは、人に与える影響がすごく大きいですよねとは思っています。うん、で、えっと、無意識のうちにピシッとそろ、なんでしょうね、四角形が揃っているのか、揃ってないのかとか、えー、本がちゃんと並んでるかとかって、僕たちはなんか見て気持ちいいと思う。 無意識に気持ちいいと思うものがあるときに、それを突き詰めていったところにあの、なんでしょうね、人を引き継げるかっこよさであったりとか、何かはあるのかなと思います。なので、そのいわゆるグラフィックデザインで綺麗なかっこいい絵を作ると意味があるとよく言われがちなんですけど、じゃあ、かっこいいとは何なんだっていうことを突き詰めていったりとか、人を引きつけるとは何なんだっていうところの先に、あの強いブランドを作るのと、親和性はあるのかなと。 思いますなんで、ロゴとしてはすごくかっこいいけど、やってることと全然合ってなかったら、多分これはあのブ,ランド足りえブランド足りえないというか、それは、ね、いいものではないなと思いますしっていうまずその、いわゆるグラフィックデザインの文脈でグラフィックっていう話をすると、一つはそうかなと。でもう他方グラフィックって元々書くっててもと書くいうところが グラフっていう書くっていうのが言語であの語源にあるので僕はその,そのグラフィックって書くっていうことをやるんですけどちょっとこも見せると早いんですけど例えば喜びって今日本語でえ伝えて言葉でみんなに伝えられますとでみんながおおって思った時にグラフィックって手で書くとですね喜んでるところってこういうふうに喜ぶこともできるし こうしみじみ喜ぶこともできるし、こういうのも喜びの表現の一つかもしれないですよねと。と、葉は一つなんですけど、今、たまたま人の顔の表情という、一番使いやすいものを使ったんですけれども、今、ここだけでも3つある、それぞれにじゃあ全部、なんか対応する言葉があるかっていうと、そういうわけじゃないなと思うんですよね。と 手で書くっていうこと、特に僕の場合この人の顔を書くっていうことをやると、ですねあの言葉にできてない部分を考えたり、伝えたり、表現することができるかなと思っていて、なんで、グラフィックって言われた時には、グラフィックデザインの話は前者の方、うん、で手書きを含めたグラフィックって話だと僕は後者の方で、うで、ん、なんか言葉だけではない世界を考えたり、伝えたりするために使う、またそのことを考えますね。<ー>うん,なんか ググラフィィックレコーディングをこう見るじゃないですか,なんかすごいなんか、はい、なんだろうなあのそこの出されたイベントのなんかこうニュアンスというかなんかこんな雰囲気だったなというかやっぱすごい伝わるんですよねうん,、うん、なんかこう議事録でとかイベントレポートでとかなんかそこのリアルな写真があってでそんなこんなこと言ってましたみたいなマイクを持ってっていうレポート記事はもちろんなんかイベントとしては伝わるんですけどもうん、うん、なんかこう 今田向井さんが書いてくれたものってなんか受け取り方が人によってなんか人の数だけあるなと思ってなんかすごい聞いてたんですよねうん,、うん、なんかそれで言うとなんかそれがすごい生物のような感覚がしていてすごく面白いなと思ったんですよねうん、うん、だからなんかこう地域でなんか地域の面白いんだよってなんかレポートでじゃあすごいなんかレポート記事のように写真にした というよりもなんかそれで言うとこう田イさんがこうやって手に書いた手触り感とかその人によって受け取り方が違うっていうところがなんかもしかしたら面白さの根源なのかなと今話を聞いてとか見て思ったんですよねなんか本当にあのなんか丸書いてこうにっこりして笑うっていうところでもなんか人によって僕の受け取り方と多分田イさんの受け取り方違うなっていうところがなんか面白さかなと話聞いている まあなんか決め台詞みたいなので言うと、うん、あの正解ではなく解釈っていう話をよくするんですよ。でまあ、ずっとあの、ね、学校の勉強とかしてるとです、ね、テストとかって基本正解用意されていますよね。用意された正解をいかに早く出すかっていうことが僕らってすごい求められてきたんだけど、でも社会に出るとすぐ分かるわけですよね。あの正解なんか一個もどこにもなくて。あの自分で その今そこで起きていることを解釈することが必要ですよと。で、じゃあこの解釈のベースにあるのって、その人の価値観だったりとか、生き方だったりとかだと思いますし、で、この解釈した、あ価値観の観点かな、えー、解釈したものを、まあ、人が求める形で、えー、提供したときに、初めて僕はこれが価値になるんじゃないかなという気がしています。うん、なので、正解がある変な話、うんと、仕事、 A と B をひっつけて、なんか新しいものを作るみたいな、ネジをはめるみたいな仕事っていうのは、これはこれでとても重要なものだとは思うんですけれども、なんかその先に、のこのネジを使って何かを作るのかもしれないですし、本当に正解がない、何かを作るっていうこと、最初にちょっと勝ち組みたいな話をしたんですが、僕、だから会社に入って最初にやってたのって、言われたことをいかに早くやるか、言われたことを、 まあ、たまに自分のものをちょっと載せることはあったんですけど完全に作りきれてなかったのを、まあ、最近は本当に自分ができることは何なのかそれをどこにどう当てはめていくのかで価値を作るっていうのを考えてるなとかちょっとそんなことを今思いましたねなんでやっぱその解釈する人によって違うよねっていうことに改めて気づくためにも手で書くっていうのが最近受けてるなっていうのは思ったりしますねはい最近なんかそれ話を聞いて思ったのが最近 よく思うんですけども、まあ、自分にもすごい当てはまっていてなん,かなんか自分が手放したいものほど武器になったっていうのがなんか最近あってですねんかそれで言うとあの玉川さんは、まあ、あの書くのがあんまりこうなんか苦手だったというかあんまりこうなんかこう上手い人いるしなっていうところがあってでもなんかこう自分がしてたことってこれって別にそんな仕事で使わないよなと思ったのがでもなんかい,いざそれをやってみるとすごい武器になったな で、自分の今の仕事にこうくっついてるじゃないですか。なんか、そういうのが、なんか、最近すごくあってですね。なんか、手放したいものほど、結構武器になるなっていうのがすごいあって。うん、なんか、それは、なんか、どう感じてらっしゃいますか。なんで、たぶその、手放したいものって言った時点で、なんか、手放せないもの。なのかなと思ったんですね。うん、うもう、これ、なんか、細かく、細かく物見ちゃう。あの、もう、本当、やめたいんだけど、でも、やっちゃうんだよね、っていうことを。なんか、自分だけで、それを判断してると。 ななんかあまり良くないもの、まあ、自分のいつもの目線で見ちゃうのであんまり意味がない価値がないと思うんですけどさっきのそのパーパスカービングともつながっていくんですけど、まあ、僕の落書きもそうでした他の人から見たときにそれってすごいよねってやっぱり言われる瞬間ってあると思うんですよねと同じことなのに見る人によって価値観がゴロッと180度変わっちゃうとこれは手放したいものというよりは手放せないものだった。 しそれは自分にとっては意味がないと思ってたけど、誰かにとってすげえ意味があるみたいなことがあると思うので、なんか、うん、やっぱ自分だけで全部考えない、自分でもちろん考えるのも大事なんだけど、対話を通して人からそれをなんこうだよねって言われたときに、あなそうなんだみたいな、で他の人にはね、もう手放す手放さない以前に手に入れてもなければ、続きもしないものだったりすると思うんで、うん、なんか分かります、あの同じだって思いました。<laughs> なんか今話聞いてて思ったけどその面白さの伝え方ってなんかあのねちょっとイベントの,あの5大トピックスみたいな形でお伝えはしたんですけどもなんか伝え方がこっちがもともと持ってったというよりも、はい、こうした方がいいんだよってなんか教えてくれたっていうところは 多いんですかねそれでいうと、うん、なんか、そうですね、あ、そう、ちょうど地域の面白さの伝え方、まあ、自分の面白さの伝え方なんですけど、なんで、その時僕、最初にその落書き書いてて教えてくださいって言われた時に、めちゃくちゃ聞きました、それこそデザインのプロセスと同じなんですけど、うん、どこを面白いと思いましたかとか、あと、自分ではこう、すごいつまんないと思って。 いいいることも一回見せてみてみみどう思いますみたいなのもやりましたねなんか僕こんな線をいつも書いてるだけなんですけどこれって面白いですかね僕線書いてるだけなのにいやすっごい面白いですよとか言って言われてあそうかなるほどなみたいな。ということはそれをどういう言葉をまあ変な話つけてあげるととかどういうストーリーにしてあげたら人がこう何だよかな腹落ちするかみたいなのは考えましたね。なんでうん、結構そういういの を考えることが増えてきたときに、なんか神話の法則みたいな、あのいわゆる旅立ち、あのスター・ウォーズとかの元になっている、ああいう伝えるための技法をめちゃくちゃ勉強したときはありました、うん。言葉の選び方とか。うん、なのでそう、ね、戻ると、そう面白さの伝え方、ね、いろんなセオリーもあると思いますしあの今までの、今までのやり方で伝わるものもあるし、 うん、まあもう一番はみんなが何を面白いと思っ何をどういう時に面白いと思ったかっていうのをあの全力でやり続けるですよね水田もいつも来てると面白いよねって言われたんでじゃあこれ365日来たら面白いよねみたいになったりとかねだっったなって気がしますね,ねなんか伝,え伝え方っていうなんかな,なんだろうこの階段を踏めばここに行けるよっていうよりかは本当になんかノリとテンションと勢いが。 なんか結果、んか振り返ってみるとそれが伝え方になってたみたいなところはあるんだろうな。ノリとテンションと勢いで、なんか、はっちゃけ方向に見えるかもしれないですけれど、まあ、やってみるですよね、やってみる、そらく覚悟という言葉で僕は話すときもあるんですけれども、うんうん、やってもないのに無理かもしれないっていうよりは、やってみて無理だったのほうが、次にいけるんじゃないかな この間なんかのウェブ記事で見たのは、あのやった後悔とやらなかった後悔は、あのやらなかった後悔の方があの地味にダメージとして残るみたいなのを見て、<laughs> そ分かるなと思いません。なんであの時やらなかったんだろうとな、なんで、まあもちろんね、いろいろあるとは思うんですけど。うんうん、いやそうなんですよねなんか。後悔したくないからや,やる 結構やりがちですよねなんか迷ったら GO っていうなんかね、うん、ちょっと言葉もありますしす、ね、なんか迷ってるってことはそこに何かしら自分のアンテナが立ってるよっていうところもなんかねあとなんか運がいいのか悪いのか僕あの弟すごいラッ,キーラッキーなタイプで僕そんなにラッキーなタイプじゃなかったので、うん、あのギャンブルはしないって決めてますね。 <laughs> ね、パチンコとか、ああいう系のギャンブルもそうなんですけれどあの、完全に賭けになるような状況っていうのはしない、運頼みにならないとっていうアクションは取らないようにはしてますね。うん、なんで、準備はしてやるとかあの、バックアッププラン用意してやるっていう、やるんですけどね、運頼みでこれがうまくいけば、あともうまくいくはずみたいなのは、かなり少なくしてるなっていうのは思います。なんかそれでいううとこう あの田向さんは、なんかノリとテンションで、なんか、いや、いやなんかノリり質って言ってるんだけども、なんかそのノリの背景に、なんかすごい準備してるのかなって今思ったんですけど、うん、それについてはなんかあれですか、やっぱ本当にノリでやってるのか、やっぱしっかりとバック、バックアップ取った上で、ノリの形でやってるのかそうそう。そういう意味で言うと、僕はね、あの準備というよりは、めちゃくちゃこう、うん 戦略を立てるのが好きなんですよ、えー、ストレングスファインダーってあの自分の、ね、持ってる資質を見つけるテストでも、戦略性っていうのが上に出てきたんですけど、えー、A というやり方をしたときに、ここで分岐してこっちに行く可能性があるみたいな、なんか、将棋のなんて先みたいなのをずっと考えてることが多いです、仕事でも。えー、そういう準備はしてますね。なんで、あの不慮の事態っていうのがかなり少なくなるというか、うんうん、こう来たかみたいな、じゃあ、プラン B だーみたいな。 今日も、あの、お話をするときに、まあ、なんとかなりますっていうふうに、あの、メッセージいただいて、あの。すごい、あの、力になりました。で、あの、ちょっと、僕が、もう、そろそろ、あの、次。あの、斎藤さんに、ちょっと、バトンタッチをしていきたいと思います、ね。はい、ちょっと、あの。玉川さん、ありがとうございました。ちょっと、それでは、斉藤さん、ご準備はよろしいでしょうか。もっと。プレイはい。それでは、よろしくお願いします。はい、こんにちは。珍しく。 T シャツ着ましたい<や>なんかタムカイさん見るとまあそれこそブランド早期の一環だと思うんだけどやっぱコムデ・ギャルソンすごい思い出してああそう言われます、はい、コムデ・ギャルソンって買ってんですかって言われて、はい一着も持ってません僕アメリカにいた時にやっぱりアメリカにいた時やっぱコムデ・ギャルソンってやっぱすごい日本が誇る世界的ブランドでもあうですけどすごい好きで あのよく買って,てこれ2年ぶりぐらい来ましたでも全然違わんだ <laughs> 俺らしくねえと思って違い <laughs> ますあの話聞いててすっごい面白かったですあの特に、うん、でも総じるとやっぱりパーソナルブランディングっていう言葉にも結構帰結するのかなと思っていて、うん、まあ自分のパーパスって何なのかっていうこととやっぱり自分をコンテンツにした時に何を持って思い出してもらえるのかとかっていうのもすごい重要なポイントだと思うんですよね、うん それで言うと僕はもう一時期こう白いシャツばっかり着てたりてま今でも公演とかするときは白いシャツを着るんですけどで白シャツにまあ普段はパタゴニア着てるんでパタゴニアみたいなところとかあとは僕もビジネスで地域課題を解決するみたいなところでやっていて、まあ、今本当田イさんが話したのってほぼ全部こうパーソナルブランディングにつながるんじゃないかなと思ってて。 で大きな枠で言うとその地域ブランドっていう話なんですけど実は地域ブランドってパーソナルブランディングができた人たちの集合体でもあると思っててうん、うん、でパーソナルブランディングって何かっていうとやっぱり自分らしく生きれるかどうかだと思うんですよね。で自分らしく生きれるかどうかって創造的であれるかどうかっていうのはすごい重要でだって創造的じゃなかったらなんかみんな本当に制服とランドセルみたいな世界になっちゃうと思うんですね。 そういう観点で今日ちょっとお話を聞きたいなというふうに思ってて聞いててすごい楽しかったです<い>でまあ本題にあると、まあ、地域ってやっぱ伝えるのが下手とかブランディングが下手とかまあこの新富ライチに関しても一粒千円のライチですよっていうふうに根付けをしてデザインをして味を提供して食べていただいてどこに置くかも含めてでそれが美味しいから信頼になって SNS で拡散されてテレビで報道されてまた売り上げ上がっていくみたいなところがまあブランディングの基礎的な部分でもやってるんですけどまあそういうのほとんどやってないところが多くてまあそういうのに対してなんか田向さんが落書きも含めてですけどなんかどういうアプローチがえーいいかなって今思ってるみたいなちょっと聞きたいと思いますうん、うん、そうですねまあブランディングっていう言葉をかなり分解しないとやよく あの誤解されるんですよね僕も水玉のシャツ着てあのブランディングしたいと思いますみたいなあとはなんか水玉取られちゃったんで僕なんとか柄にしますみたいなことを言われてでそれはブランディングという言葉のある面は抑えてるけどある面は全然抑えてないと思ってますで結局その見た目で思い出すとかっていうことはもちろんフックではあるんですけどその裏にあるものじゃないですか例えば新富イチで言えばその 恐ろしくおいしいライチっていうのがあって、これをいかに伝えるか、これをいかにおっと思ってもらうかとなった時に、根付けだったり、うん、根付けもで、しかもみんなと同じにするとダメなんですよ。だから、あの意外になんていうんだろう、水玉のシャツを男性で着てる人っていなかったんですよ。うん、あんまりいないじゃないですか。あの草間彌生さんとか着てますけど、あれ女性ですし、まあ、色も違いますし。と 明らかに他のものよりも突出した何かであったり、突出した置き場所であったり、でそれでフックになって食べてもらったときに、美味しくなかったらなんでそこで終わりじゃないですか、今のお話聞いたとおり。で、ブランドってできていくと思うので、なんかその裏にあるものだったり、持ってるものだったり、僕の場合だとやっぱりその、その今、たまたまね、プレイって、あの遊ぶっていう言葉だったりするんですけど、やっぱり楽しくです、かつそれが想像的になっていき、 何か学びにもないみたいなのをいつも僕は提供したいと思っているときに水玉のなんかひょうきんな印象というのとものすごい相性が良かったんですよね、やっぱり。と、これはあのこのまま行こうなりましたし、なんで、名前も僕、漢字の名前はね、普通に田村書いてあるんですけれど、あ普段から呼ばれ名は田向さんと呼ばれること多くて、漢字の名前だけで書いてるとそうは読まれないんですよね。やっぱ田村 って塊なんですけど、カタカナでも田村書いて書くと、みんな、田むかいとしか呼ばなくなっていく、その相性も含めて、人に覚えてもらえるというのもありますし、今、だって会社の、普通に仕事相手の会社の人の僕の呼び名、田むかいさんできますからね、うんあ。しっかりブランディングができているということですよね。で、パーソナルブランディングとか、まあ、ブランディングをやっていこう、まあ多分聞いてる人から考えると、まずパーソナルブランディングとかが今の時代にあってると思うんですけど、えー、うん、うんうん まあ端的に言うとまず何をすればいいですかっていうのをちょっと聞きたくてまあ僕的見解だとやはり自分っていうのはまあ何者かっていうのをすぐ知ることが今おっしゃられ大事でその上で自分がまあ提供できることまあ例えば何の専門家であるかっていうことをちゃんと伝えてでそのえ伝えたメッセージに対する信頼があって満足を価値をまさに価値じゃなくて価値になるからこそ 広まっていくっていうのが、まあ、それを ING でずっとやっていくっていうのが、まあ、僕の考えるそのパーソナルブランディングの大事な部分だと思ってて、でタムカイさんはそれも含めてずっと同じようなことを言ってらっしゃったと思うんですけど、タムカイ式パーソナルブランディング術まず何からやれとかってありますか えーとねまず目についたこと全部やれからやれってよく言いますね。あのやりたいこととかそのやりたいことってただ待ってても絶対やってこなくてやりたいことでやったことのなか中にしかないって僕よく言うんですよ。うんうん、なんでそのもちろんパーパスみたいなところで言葉から入るのも全然有効なんですけどやっぱり一番最終的にはアクションだと思うのでなんかこれ やってみようかなみたいな、落書きの講座やってみようとか、ブログも書いてみようだったし、なんかやったことの中に、たまに、あ,あ、自分これかもっていうものがあると思っていて、ね、うん、なんかね、周りの人から見ると、またなんか変なことやってって言われてた時期はすごいあるんですけれど、でもね、それって、なんだろうな、探し,探してるから、探すためにいろんなことやれってよく言いますね。 なんで、う,ん、うんって、い,いくらウェブサイト見たところで、多分ポンとは出てこなくて、ただ、ウェブサイトを見続けるの全然得意っていう人は、多分そういう情報収集力みたいなとこ情報収集力だったり、集めたものを人に伝えるのがうまいっていうのが、その人のコアになる価値かもしれないですし、もうとにかくやれですよね。やれ,やれっつって。 やってみますと、行動して、まあ、行動、でも行動した結果、結構やっぱ見えてきますよね、本当にこれだなっていうのがね、うん、腹落ち感出ますもんね。そう、人と話すの好きだわとか、うん、人と話すのはやっぱりあんまり向いてないわとか、それは分かりますよね。で、じゃあ人と話すのが好きな、あのそんなに得意じゃないっていうのは、 ダメなこととかっていうと僕、全然そんなことはないと思っていて、うん、いかに人と話さずにあの仕事を完了させるかっていうスキルに <laughs> を伸ばすきっかけになななるかもしれいいじゃないですう行動をしても何していいか分かんないみたいな人多いんですよね。で、実際何でもやっていいよって言われると、何かあんまり考えられない人がいて、それは多分教育の一環でこの創造性みたいなのがちょっと抑えられてるところもあるとは思うんですけれども。 まあそういう人たちは、でもなんか今思ったのは、落書きって本当にいいですよねそうですね、何したいかなっていう、誰に言わなくてもいいから。そっか、ちょっと、どういうのをやるかっていうとですね、これ、あの後でアーカイブでしっかり見てねっていう形にするんすさっきちょっと出てきた 5×5×4 っていうので、表情をかけるようになるよっていうのを作ったんです、エモグラフィーっていう名前なんですけど。 人間って人間の顔にものすごい敏感なんですね。さっきあの喜びの顔を描きましたけど。で、人間の,あの表情を使っているパーツってたった3つしかなくて、それが口と目と眉ですと。うん、で、えー、なんでしょう、世の中にいろんな顔の描き方っていう本はあったけど、あの覚えないと忘れるんで、作れるようにしようっていうのがこのバラバラにした理由です。で、口の覚え方が、あ、い,い、う。 目の覚え方が黒い目、白い目、上、下、ぎゅっと。眉毛がまっすぐとアーチと上がってるのと下がってるの。5×5×4 で100通り誰でも書けますというものです。で、丸顔で上がり前で黒目ってやると、だいたいこうみんな怒った顔に見えると思うんですが、 ここにあの口入れるとやる気の顔になりますよと。で、同じところにこの口入れると、もちろん怒った顔も作れますよと。で、この口に黒目で下げると、マジかよ。と、まあ、パーツの組み合わせ論で顔が作れます。で、これを文字みたいに使おうっていうのが僕の落書きの1個なんですね。うん、で、どういうことが起こるかっていうと、例えば、 真ん中に自分の名前書いて、すっごい笑顔の瞬間。あで、これね、わかりやすくちょっと僕、僕よく眼鏡自分でかけさせるんですけど、すごい落ち込んでる俺。で、あの怒りに打ち震える俺。<laughs> こっちよりは、こういう感じかな。 であの、すごい、えっ、ー、とね、どうしようかな、驚いてるんでしょうかな。驚いてる、これ。で、こう書いて、ここ、セリフで埋めていくんですよ、自分を。と、同じ多分、あん、純ちゃんがこの表情で自分何言ってるっていう話をしたときって、多分全然、なんて言えばいいのかな。 違うじゃないですか、うん、あのうちのみんながすげえ仕事してくれたイエーイっていう喜びの人もいれば例えばあのやったぜ、提案通ったっていう人がいるかもしれない。なんでちょっと感情とちょっと向き合ってみて自分のことを掘り下げてみるっていうのにこの落書きを使うことはありますね。うん。ほどう、そういうのもいいですし。 あの落書きもそうで、なんか夢の落書きとか、なんか一個本になりそうですね。自分の夢の落書きから作っていこうっていう。うんうん、なんか日本人ってやっぱ外に行って何か言われたらどうしようとか、うんえー、人の目をすごい気にするので、まあ僕もそうなんですけど。で、やそうですよ復元するよりこう書くっていう方が、あのね、夢を、夢マットみたいな本とかもよく出たんですけど、うん、そういうのはすごい面白いなと思いますね。でね、僕今ちょっと思ったんですけど、面白いことがあって、はい 僕、あのー、純ちゃんって呼ばれるんですよ、みんな。うん、もう、俺、僕が僕のセルフイメージから考えると、いや、ちゃんじゃねえだろって思うんで、うん。身長180あるし、はい、めっちゃ筋トレしてるし、うん、で、会社経営者でもあるし、うん、けど、ちゃんだよ でこの前、対談した君、立川英ス君も、うん、いやもう、純ちゃんからこう出てるエネルギーとか雰囲気は、もう優しさとか、うん、そういうこう可愛らしさとか、愛らしさだから、多分みんな純ちゃんって呼ぶんだよって,て、うん、だから、え、そうなのというのと同時に、なんか自分のやっぱりイメージって分かんないなっていうのは、すごいうそれはなんかね、分かりますね。 でも、<何>純ちゃんですね。まあ、もちろん、その周りの友達が純ちゃんって呼んでたところに入ったっていうのもあるので、まあ、あの、僕の知り合い、この間、なんかの仕事で一緒になりました。斉藤さんですよねって言われて、僕の中でも、斉藤さんが繋がらなすぎて。斉藤 <laughs> <laughs>、ああ、つって。<laughs> けど、なんか、わかります、その、うん。純ちゃんの。 だから本当にね、セルフイメージって分かんないっすよね。分かんないですね。うん、周りから見るのと自分のやつっていうのは、もう全く違うんだなっていうふうに思いますね。でも僕、1回、それで言うと、多分あったときなんかね、1回ね、別にセルフイメージめちゃくちゃ変えてみたときがあるんですよ。でというのも、まあ、年も取ってきたし。ねえねえ、同い年なんだよ。同い年なんだよ、びっくりした。 これを画面共有するといいのか。はい。ちょっと待ってくださいね。これ2017年から毎年いろいろやってみて、去年を経ての今年なんですけど。水玉はねだいたい一緒。ここまで、ね、本当はちっちゃい水玉入ってるんですけどね。そう,そうそう。何やったかっていうと2017年めっ なんか気づいたらすごい太ったんで、一回痩せてみたんですよ。<laughs> これは痩せなきゃいけねえっつってで。この時はねぜあの、食べない痩せ方をして、ほうほうやつれた。であとねあの、大体の目標体重に行ったら飽きるんで、また食べてね、もう一回ちょっと戻ったと。で2019年はね、何しようとしたのかなあ、服とかメガネとか変えてみようと思ったんで、まあ、一緒だったからそうそう服作って。オーダーメイドで服作って。えー あんまり来てない <laughs> ないちげえ2019年9月が僕40になる年でこれちょっと体鍛えようと思ってうん、うん、で体を鍛えてあの中身も変わって髪型も変えてみようと思って中身髪型変えてこれで1年ぐらい過ごしてであのさっき言ったコロナの時にこれ別に人前に出ないのにわざわざ前髪上げるのめんどくせえなと思ったりとか。 自分がこう一番自然な感じでてどうかなってなって、まあ今のこの感じになってたりとかでしてて、そう、セルフイメージは変な話、自分で揺らして、うん、で、戻ってきて今みたいな感じですね。え<ー>、うん。それはなんでそういうふうにするんですか、まあ自分で飽きないようにというか、楽しんでそうそうそう、さっきのその自覚と覚悟みたいなもんで、うん。うん かな今、服装の話になったら服装の流れでいくんですけど、スティーブ・ジョブズであったり、マーク・ザッカーバーグであったり、まあ、同じ服を着続けるみたいな、あれは多分 PR 戦略の一環だとは思うんですが、ブランディングも含めてね、あの同じ服着て同じこと言ってるから信頼性が上がるみたいな心理的なファクトがあると思うんですが、それはやっぱり飽きちゃうけど、効果的ではありますよね。うん、うんんありますなでで僕飽きたんです <laughs> あでもね、もう1個やってたのは、そのスティーブ・ジョブズとか、なんかミニマリストの文脈だと、服を選ぶという、なんだろうな、選択に脳のパワーを使わないためみたいなのを読んだことあるんですけど、うん、僕はあのさっきの水玉の服見てもらったら分かるんですけど、あのいっぱいあるんですよ、だから毎朝、<laughs> 同じみ,みんなから見たら、同じに見える水玉の前で、<laughs> 今日の人の相方はこういう感じだから、ちょっと大きめのでいくかとか。<laughs> <laughs> <laughs> あの今日の人は3回目だから、なんかあの白黒反転でもあの、1回コンテクストできてるからウケるなとか、うん毎朝水玉に悩んでた時ありました、ね、あでも、今思い返すと、本当、初期の頃って、僕、やっぱりでかいし、あのー、でかいから、黒は着ないようにしようと思ったん続すよ、威圧してるんなのん やっていたなと思うので、まあ、見てる人とか、まあ、稲田さんもそうですけど、まずなんか特、覚えてもらう、多分、覚えてもらうフェーズも3段階ぐらいあると思ってうの、ん、で、こう、ちょっとで、今日、新た未来地みたいなキャッチーなんとかして覚えてもらう時期もあれば、まあ、しっかりターゲットを選定して、このピラミッドの上の人たちに覚えてもらうっていうフェーズもあったとして、うん、もうそこまで曲屈とかあんまり関係ないと思うんだけど、 まあでもそれでもファーストコンタクト、重要かなと思いつつ、うん、やっぱりこう、いつも同じ服着るのは結構大事かもしれないです、ね、そうです、あのね、はい、全員にはお勧すすめしないけど、とても有効な策ではありますっていうのをよく言います。そうですね、はいで、僕も,もなんでこうギャルソンプレートか着てるのって言われますからね、だけど、ずっと着てるとそれが当たり前で、なんで着てないのってなってきたガジですよね。ギャルソン好きな人だよね<う>っていうのとか あとはな、なぜそれなのって聞かれるので、なんで水玉なのは僕ももう数えきれないほど聞いてきたんですけど、聞かれてきましたけど、あのさっきのストーリーは本当,本当のところがほ,ほとんどなので、そうですけどね、なんでっていうことに答えるのって、あなたは何者って聞かれるとすげえ重いけど、なんでいつもその服着てんのって言われたときには、だからこれでなんか、なんとなくですって言われるとがっかりするじゃないですか、人って。うん なんかちょっと結論なところに行きますけどやっぱりブランディングってらしさの追求だと思っていて、うん、だから新富ライチに関してもどうやったら新富町らしさを出せるかっていった時にやっぱり特産品っていうのがあって、うん、その上でライチっていうところに行ったわけなんですね、うん、でまあ今で言うと,、えっと水玉であったりまあ僕はちょっと今日から遊びで来てますけど、うん、こう白い服道着てたりとかっていうところは うんまあ作るわ戦略的っていうか分かってもらうとこのらしさと本当の自分らしさってまた違う部分もあるから、うん、僕はもういつももうゆるゆるでもパジャマで過ごしてたいなっていうふうに思っててあのゆるゆるな格好をしてるんですだから財団のオフィスとかだとえ部屋着とかって言われたりとかするぐらい <laughs> ゆるゆるでいるんですよねそこが一番自分らしさが出せる場所だったりもするしとはいえ じゃあ、ね、公演とかしたときに、毎回何かこうブレブレな感じになっちゃうと、まあ、例えば分かりやすく言うと、スティーブ・ジョブズが黒着たり、黄色着たり、なんかレインボーカラー着たりとかすると、ブランディング的にはブレ,ブレちゃいますよね。お、ううん。な、だから、なんだろうな、いつも服違うけど、その人らしいみたいなのもあるじゃないですか。なんか,だから服はワンノブー いう手段なので、そこはなんか取り違え、なんかね、うん、ミスリードさせようと思えば、いつ、いくらでもできちゃうので。うん、あれだなとは思いますけどね。なんで、別に服、いつもと、普通の人はね、まあ、僕と違うんで、みんな毎日違う服、ね、好きな服着てるわけで。で、それで芯がブレてるかっていうと、そういうことじゃないと思いますけど、ねうんうす。うん。うん、まあ、例えば、僕らも仲良い,い島田由香さんなんかは、うん、もう何着てようが島ゆから、うん、島田由香。島田由香。ええ。 どっかからら来来てても足まででたなないいうののるぐらいなで、うん、例えばですけどね、はい、彼女の場合だと、あの声の出し方とかも、もうなんか、彼女にしかできないあれ、ね、だし、元気もらうじゃないですか、なんかよ,よく分かんない元気を。<laughs> ディスってる、ディスってる。<laughs> ディスってないですよ。<laughs> 最高だって言ってるじゃないですか。そうですね、た、ま、だ、あ、今まさに言ったのは、ファーストフェーズ、パーソナルプランティング、うんうん、自分何やるっていう時に、 まあ自分らしい服を選ぶっていうああそうですねあの、うん、自分に問いかけるもそうだし、あとね、自己紹介作る、さっきのパーパスとかまでいくと重いですけど、うん、あなたってどういうことを、あなたの仕事は何ですかね会社名で答えちゃうと、それって自分じゃないじゃないですか、なかこういうことをやるんです、みんなを元気にする仕事をしてますとか、うんそうですね、あとは何々の専門家っていうの面白いと思います。うん いろんなものを掛け合わせてもいいので僕はもうビジネスで地域課題を解決する専門家っていうことを言っていて、うん、あの誰に会う時も多分それを人生一生やっていくと思うこれこれまでもやってきたし、うん、これからも一生かけてやっていくと思いますっていうと結構みんな大ってう今大事だなと思ったのはんかこれまで、まあ、さっきの,その僕の作ったパーパスカービングの質問表って、まあ、ちょっとみんなも考えてみてもらえればと思うんですけどあの 普通に仕事とか聞いちゃうと、部署名とか答えるんですけど、うん、あの最初に書いてもらうシートは、0歳から10歳までの間に、ハマったことは何ですかで、何か乗り越えた経験は何ですかって聞くんですよ。だから別にあ、あの、ビックリマンチョコンのシール集めてましたでもいいし、ドラクエすげえやってましたでもでドラクエよりもファイナルファンタジーでしたりでもいいんですよ。でもそこには絶対その人な,なりの好きがあると。で、次、11歳から20歳までの間に、 はまったたことと、えー、乗り越えた経験何か乗り越えた経験はありますかこれ聞くんですよ、うんで。次、21歳から今までって言って、あの会社員人生一行の中にぶっ込んで、はまったことと乗り越えた経験ってして、その3段階をまず1個書いてもらって、えー、最後の、まあ、今ので6問になるんですけど、最後の1問は、今のあなたがその仕事を選んだ理由は何ですかって聞いて、であのたまたま空きがあったからとか。 ってていう答えじゃなくてあの小学校6年生の前で話することになったときにあのちょっとかっこつけて言えるぐらいの言葉にしてくださいねっていうその7問の質問を書いてもらってでそれを人に渡してどんどん聞いてもらうっていうのをやります。ってやるとですねあの音楽って小5、中2、高2、第2で聞いた音楽を一生聴き続けるっていうなんか研究結果があるらしいでだ。でも思わない自分のよく聞く曲ってなったときに。 あの頃聞いてたやつ、今でも聞いてるみたいな。うん、中なんそう二でしょ <laughs> でやっぱりその自分のなんか感性がいろいろまだ自由になる頃受験とかで固まらない、その歯坂駅のところに結構自分が何かを大事にしてるものが僕は埋まってると思ってて、うん、会社員になってからよりも、うん、それをね、ちょっと考えてみると、ああ、こういう共通点あるかもとか。 あこういうことやっぱ好きなのかもっていうのは結構そこあったりしますね。うんうん、うん。なるほどね。もうあとじゃあ3分ぐらいですねと。地域ブランド。まあ今パーソナルになりましたけど、まあ僕的には地域ブランドもあんまり変わらないと思ってて、うん、まあ新トミらしさを、あのー、やるにはまずここからだなと思っていて、うん、そのらしさの追求こそがまさに ING だと思ってて、うんうん、えー。 それをやっていくことがすごい重要だと思うんですけど、まあ今日見てる人に対して、田向井さんからこう地域ブランドの作り方みたいなことをテーマに、まあ、今までこれまで自分がやってきた文脈の中から地域っていうのをちょっとずらしてみると、どんな形になりますか、うん、そうですね、何だろうな、なんか地域って、まあ、個人と同じで、同じ地域って ってなないいじゃないですか似てはいるけど例えばその関西人としての似はあるけど全然別人みたいなので言うと、うん、難しいとはいえ難しいんだけどなんか自分のすごい仲いい人を呼んできてあの自分の地域案内してみたりとかすると、うん、なんか思いもよらないところに興味持たれたりとかすると思うんですよね。うん、僕がいろんなところに行くのが好きな理由は結構それでなんで観光で行くの苦手なんですよ。 調べたものを確かめに行くのってっしかないあなたのことで、けど、行って、例えばあの僕、新富まで行ったことないですけど、行ったらたぶん、純ちゃんに、あのもう吉菜にやってくれって言うわけじゃないですか、吉 <laughs> 菜 <laughs> に連れ回ったときに、あれ何とか、これはさって話されたやつが、えマジでみたいになときに、うんあの、鉄板受けるよなっていうの、他のところが結構あったりすると思うんですよね。なんかそういうい 別の目線で地域を見る、それはなんかすごい仲いい友達を使ってみるとか、なんかね、単に移住するとか、旅行客を呼ぶってなると、急にハードル上がりますけど、なんか、フェイスブックとかオンラインでつながった友達を一人招待してみるとか、そういうなんか別の視点で見てみるところに、その地域の、なんだろうな、気づいてない、さっき稲田さんが言ってた、うん、手放したいんだけど、 みたいな、なんか良さみたいなのもあるんじゃないかなって気がしますね。で、言われたやつに対して本気になるってことかな。いや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 、もうね、全然大したことなくてっていうの、人間日本人ね、多いですけど、マジでみたいな、じゃあこれもっとここ見せてみるかとかってやってみると、地域ブランドの第一歩かもそうそうそう。あ、そうそう、今のね、もう今、はたいてきた。えっと、すごい重要で、あの、 何て言うんだろう、素直さとか謙虚さとかやってみるって大事、本当行動大事っておっしゃいましたけど、もういやいやいやって言ってやんなかったり、まあまあ、また今度やりますみたいな、あ、そうなんですね、みたいなのあるんですよ。で、もうなんか受け入れちゃえばいいんですよね。そう言ってるってことは、まあそうなんだろうな。で、やってみて違う方に修正すればいいだけで、なんか僕もそのシリコンバレーで働いてて、それを地域づくり、震災をきっかけにっていうのをやり始めたんですけど、 シリコンバレー流地域づくりっていうのは日経新聞の記者の方がつけてくれたんですね。うんうん、で、何がシリコンバレー流やとかって思ってたの何年前におったみたいな思ってたんですけど、まあでもそういうね、ベテラン記者が言うには言うならまあそういうことなんだろうなと思って結構いろんなところで言いまくってると、こう、いろんな人に伝わりやすくなったっていうのがあって、で今も多分、純ちゃんじゃないやろうとかって思ってるのが、 うん、この自分と市場のニーズにこう合わないようにしてるから、うんうん、俺、今日から純ちゃんだっていうふうに動いていくと、この市場のイメージと自分、あのニーズと自分の提供が合ってくるんじゃないかなと思、ら、うん、だたらやめますけどね。決してなんかその相手の言いなりになれとかね、そういうことじゃないなと思う、なんかそれでも漏れてしまうみんなが感じてくれる価値を。 あの受け入れることだろううなと思うしあと思しあもう一個だけ最後に言うとあれなんですけどそういうのかっこいい言葉とかをあの悪く使う人もいるのではかっこいい言葉というか言い方ですよねそのシリコンバレー流なんていうのあ<ー>なんであのそこはもう本当最後ね人間を見る力試されますけど。あそうですね そう、今言ったみたいに、結局合わなかったらやめちゃえばいいし、合うんだったら続ければいいと思うし、なんかブランドって ING なので、なんかそこの部分をこう忘れずに、ブランドって決めつけないで、ブランディングし続ける人であってほしいなと思うし、うん、まあ僕が最後に思うのは、やっぱそれってらしさの追求、うん、be yourself だと思うんですよ。だからそこのらしさの追求をしていく人が、 どんどん増えていけばいいなという,う思いました。まあ、もうみんなねらしい、本当はらしいですからね。僕となんか、際立ってるからあなたは違うとか言われるけど、いやいや、あなたも違いますけどね、みたいな。<laughs> <laughs> と思いますねそうそうます。はい。ということで、今日のゲストは田村海さんでした。一旦ここでフェイスブックライブ終了します。はい、え見ていただいた方、ありがとうございました。ありがとううございましたたこんなんんなでかかったんだろうか